5月4日、英国で最も太ったジェイソン・ホルトンは臓器不全で死去、享年33歳だった。臨終前、ジェイソンの体重は約 317kg で、仕事ができないので、ジェイソンは基金を受け取って生活を維持するしかなかった。ザサンの2023年の報道によると、ジェイソンは毎週398ポンドの就業手当と451ポンドの個人独立手当を受け取ることができた。また、彼の母は毎月200ポンドを受け取りることができ、市政税を納税する補助となっていた。推測によると、彼一人の医療保険費だけで納税者の数10万ポンドを使っていた。ジェイソンは3歳の時、父が亡くなり、この後ずっと母と互いに寄り添って生活してきた。大人になったジェイソンは、もし父がまだ生きていたら、私にこんなに多くは食べさせなかっただろうと嘆いた。十数歳の時、ジェイソンは暴飲暴食を始め、これは彼が学校でいじめを受けていたからだ。彼は食べることでのみ、自分の抑圧された心を解放できると思っていた。その時から、ジェイソンは毎日1万カロリーを摂取し、毎年テイクアウトで1万ポンド以上使った。一般的に、欧米の青年男性は毎日約2500カロリーを摂取するが、ジェイソンの毎日の摂取カロリーは平均値の4倍だった。ジェイソンの朝食は基本的に3人分の肉とハッシュドポテトを食べる。昼食は大きなお椀で鶏焼きそば、シュリンプケーキ、トースト、夜はチーズサンドイッチ2つ、チョコレート2つ、ポテトチップス3袋と 1.5 リッタルのコーラである。この食べ方だと、おそらく誰であっても身体が耐えられないだろう。2020年、ジェイソンはめまいで倒れて病院に行ったが、当時彼はマンションの3階に住んでおり、30数名の消防員とエンジニアで組織されたチームが7時間をかけて、クレーンを使ってやっと移動できた。当時医者は彼を動物園に運び、シマウマなどの大型動物を検査する設備で彼の心臓と肺に X 線検査をしようと考えていた。退院後、彼は個人の療養所に世話を受けることになり、費用は NHS が負担した。医者は彼の健康のため彼の飲食を制限したが、ジェイソンは自分には人権があり、好きなものを飲めるべきだと不満を漏らした。病死する数日前まで、ジェイソンはずっと療養所に住んでいた。今回ジェイソンを病院に移動するために、同様に6名の消防員が出動した。ジェイソンの母ライサは、ジェイソンは火葬を望んでいるが、彼は大きすぎて、焼却炉に入らないだろうと言った。もし直接墓地に埋葬する場合、2カ所が必要で、多くのお金が必要である。現在すでに葬儀屋がライサに連絡し、彼らはジェイソンのためにより大きな棺と霊柩車を用意して彼を運んでくれるとのことである。